重毛癌は胎盤を構成する重毛を発生派八とする悪性腫瘍。重毛上皮腫とも呼ばれる。妊娠に引き続いて発生するもの。ほとんどの重毛癌は妊娠性である。うち約半数が包上期待から眼下したもので、他には流産後、正常分娩後などがある。法上期待後に重毛癌の兆しがあれば、ごく初期の段階で対処されるのに対し、 病状が進行してから発見される例では、正常妊娠後のケースが多い。局所浸潤性と血管侵和性を有し、急速に増殖して早い時期から血行性転移を起こしやすい。とりわけ、肺への転移が多い。妊娠性重毛癌の大多数は子宮を病相とするものだが、中には子宮の原発病相が消失し他への転移相のみ見られる場合もある。 妊娠とは無関係に発生するもの。非妊娠性の重毛癌は稀である。重毛元気の名入や多がんの癌細胞の分解異常などから起こる。重毛形態を認めず、栄養膜細胞類似の悪性細胞の増殖を認め、出血や医師等多彩な病理像を認める。主に化学療法が中心となる。多剤併用療法による治療成績の向上で、 現在は、寛解率が90%以上と、化学療法の有効性は高い。今後の妊娠希望がない場合などで、子宮前的の手術を行うケースもある。ありがとうございます。